んなお話し会来てね。こんにちは。今日のねお話し会のお申し込みが今日の13時までとなっておりますので、今ね11時半ということで、皆様今すぐお申し込みをしないとのあぴちゃん、感謝枠が開かなくなってしまいますので、2月5日の3時間目にはいお申し込みください。また後でね言います。こんにちは、やっほー。そうだね、やばいよ。ちょっとそろそろ本気で宿題に取り込まないとやっほやっほー。よいしょ。はい、うん、読み間違えちゃった。あら、そうなの。そっかそっか、11時半って入力したよね、ちゃんとね。うん、大丈夫大丈夫そうよ、宿題はね出てるよ。宿題出てるよ。宿題がね、まあまあちょっとね数学がねあるんだけどね、数学はね結構ねまあまあ進みましたあの他の課題とかがちょっとやばいかもしれない。こんにちは、カウントありがとう。お星様もたくさんありがとうございます。うん、なんかハッシュタグにね占いパンダさんがあってね、そう、それをねつけました。うん、でそうそうそう、で今日1月6日か1月6日明日で明日の七草がゆ、1月正月ってさ、あれ何日までだっけ。三が日終わって七草がゆまでだっけ、8、9まである。そうねうーん、ちょっとねまあ頑張ります、宿題まあのあぴちゃんはもともと頭がいいので、あの宿題はいろいろやらなくても多分大丈夫だと思いますやっほー。うん、あー、うん、それはね知ってるんだよね。その正月っていつまでだっけと思って、正月って三が日を終わったら三が日までが正月なんかな、七草までが正月、明日七草じゃん。いつまでがあれだっけ一瞬で、ね、うん、多分ねもうね、あの多分10秒で終わると思いますうそうそ、うん、いやちょっとね1日だと、うん、まあまあどうでしょうか。規定はないんだ、へへ。関東だと7日、あー、関西だと15、長っ、嘘、そんなことある。へえ、7日でやってたね、よかった。こんにちは、うん夏休みの宿題な、まあピッ、もう徳の塔に終わってるよあー、もうその名前変えていいよ、成長さん。はい、明けおめー、ありがとう。ワニとシャンプー、はいやばい、一配信の中で必ずこういうコメント来る。ちょっと途中でわけわからないことが、ワニとシャンプーかタイプかの人かってなんだろう。シャンプーはするよねみんなね、もちろんね。うん、へえ、1月15が小正月、そうなの、ちょっと初めて知ったかも。
ワインとシャンプー、ももクロの歌よ。あ、ももクロさんの歌なんだ。ちょっと待って、急になんかねえ、どうしたんだろうね。うん、ジェスピのしく、あー、食べまくったのを歌った。え、そうなんだ。私はそんな食べてないよ。食べてない、食べてない。しっかりとやってから提出してます。はい。そしてさらにさ、夏休み8月で終わっちゃうんでしょ。そっから今1月でしょ。だいぶ経ったよね。もうそんなに食べません、私。パニックでにはなってないよ。おはよう、こんにちは。うん、あ、みんなちゃんと年賀状書いた？ナビのことを歌詞にしてある曲だから聞いて。食べてないよ。食べてないし、もう、そうそうそう、できる子だから、あの、大丈夫です。うん、うん、関西は十日恵比寿って商売の神様にお参りする、うん、神社の王福をレースが夢やぬ十日恵比寿の、あー、へえ、うん、終わるよ、頑張らって終わらせます、冬休み中に。え、そうなの、簡単からぎっくり腰なの。あれまー、かわいそうに。よしよしよし、書いてないよ、書きなさいよ、ピシ、書きな書きな、のあぴちゃん宛に書きましょう、ウィーン。うん、おー、マイカーね。そうだね。ハロー。年中腰痛って、ちょっとそれはすごくかわいそうだな。かわいそうに。うんうん。大吉でした。おー、おめでとう。いいことが起きますね。私は、今回は、めったに出ない日、あれね、平吉？なんかね、本当にね、なんか読み方がね、いろいろとあってね、平吉かな、平吉が当たりました。平とか平って読む。平吉が当たりました。書いたけど届きます、あー、届きますか、届くかどうかちょっとわからないな。まあ、届いたら多分ね、届いた。あ、のあぴちゃんとみちさんがドリミネーションでシンクロしてた。あ、な、見ました見ました。なんか言い寄りツイートしてくださってて嬉しかったです。しかもね、船のポーズまで一緒だったんですよ。すごくないですか。いや、本当になんかすごいシンクロって思いました。いや、本当に同じ日に、そして同じような服で、ね、同じポーズをしてて、ちょっとすごいね、笑っちゃいました。いや、なんか嬉しかったです。あ、もしかして見てたりして、キャッ。うん、嬉しいです。ん、みちさんが可愛かった。あー、みちさんも可愛いよ、可愛い可愛い、のあぴちゃんもねえ、可愛い可愛い。うん、のあぴ尊敬してるって言ってました。そんなの、リコシさんが、どうもどうも、光栄でございます、光栄でございます。ありがとうございます。うん、まさたろうさん、先生ありがとう。わし、キャプテン、伝わらないかもしれない。ちょっとまとめるの苦手かも。あー、かかかわいいよ、なんでそんな片言なの。うん、そうだね、いろんなところでメンバーさんとよく一緒にいますね。よく、よしよしよしと、はい、嬉しいです。なんか今日の髪変じゃね、すごいね、ここカクってなって、なんか漫画の世界みたいになってる。な
んだろうね、そう今日の髪の毛がなんだろうね、すごいカクってなってる。ほらなんかちょっとここほら、うん、伝わる？なんかさ、なんかこうなってない？ミミさんハートありがとうございます。ロボット、あーそうね、ロボットかもしれん。あなんか治った、あ治った治った。そうそう今日ねラジオでございます。STU48 研究生初のね、ラジオでございます。よいしょ、研究生になってからの初のラジオで、今回はちりめんパーティーに、はい、生放送でお送りいたします。生放送でお送りいたします。うん、今も見てるかも、嬉しいです。そうだね、よいしょ、私ね起きてからだいぶ経ってます。結構4時間ぐらい経ってるかも。うん、そうなの。ねえ、佐竹さん、佐竹さん面白かったですよ。ハロウィーンの時以来で2回目だったんですよね。あ、違う、一番最初に会ったのが4月の時の、うん、こんにちは。で次がそうハロウィンの時にね会いまして、で今回またそうね、うん。うん、持っていかれたって言ってた。うわー、そうか、どうでしょうか。まあちょっと見てみてください、聞いてみて、見てみてくださいじゃない、聞いてみてください。はい、何時からラジオですか。夜の11時から、ラジオでございます。よいしょ、今夜の11時から。よいしょ、のびちゃん初登場のちりめんパーティー、今夜11時からでございます。うん、こんにちは。はい、お世話になっております。うん、楽しみでしょ。こんにちは、今日はナーピン初登場、研究生初登場のチームメンパーティー、今夜11時からということで、皆さん寝ないように、起きておいてください。ナーピちゃん出ますので、はい、声だけ特別に出演させていただきます。ほほほほ、うん、ぜひぜひ聞いてみてください。これはですね、今回誰と出ますかと言いますと、まひなさんとくるくると出演します。イエーイ。
そう、そう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 、くるくるとまひなさんで出まーす。はい、ということで今回3人なんですよ、チリメンバーで。普段は、2人なんですけど、今回は3人ということで豪華出演、イエーイ。ぜひぜひ、聞いてみてください。よろしくお願いします。そうだね、いろんなところでくるくると、まあくるくるちゃんとのあぴちゃんは仲がいいので仲がよろしいので。そう、結構ね普段はねくるくると一緒にいることが多いかなって思います。うん、なんか保護者付きチームおー、まあまあくるくる？かわいそう。え？何が？くるくるも普通に喋ってたけどね。うん。よいしょ。あー、ゆっくりできる日なんてないよ。もうね、うん。生まれて幼稚園ぐらいから常に忙しいです。ゆっくりできる日なんて本当にほぼないかも。多分普通の子では考えられないくらい忙しい生活をしているかなと思われます。うん、まあ、ぜひメールを取ってみてください。なんかこう普通にのんびりっていう感じではなく、なんかこう結構ね家の中でも忙しい習い事が休みでも家の中でも忙しいって、そう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 、な本当になんか忙しくないゆっくりみたいな日は全然ほぼないかなって思います。うん、まあ、たまにねそういうことを書いてたりするので、メールをぜひ取ってみてください。よろしくお願いします。まだね1月の初めということで、初めらへんなので、なぴちゃんのメールを取っていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。あの、なぴちゃんのね普段のこととかそういうの書いてたりしてますので、はい、よろしくお願いします。うん、結構ね、そう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 、ナピ、あーそうね、 NWP の時にラジオで一回、うん、ちょっとゴッチで出演させていただいたのですけども、その時はね私アズミンと対戦して最年少と最年長で戦ったんですけどもね、負けました。あのやっぱり生きてる年数ちょっとね違うので、はい、負けました。ちょっと喋るのちょっと私苦手なので、そうそうそう、ちょっとね苦手なのですよ。なので得意っていうわけではないかなって思われます。はい、そうそうそう、よいしょ。まひなさんとの思い出、ね、おう、うんうん、ありますよ。うん、ちょっとね、でもあんまりまひなさんとあるけど教えない、まあちょっと教えないでおきますおー、子孫さんですか。それはご想像にお任せいたします。はい、よろしくお願いします。うん、そうそうそう、結構ね仲良しです。戦場劇場じゃないわクルーズ船の時に一緒にね、あのチョックでお話しできるっていうね会をやったんですけど、そう2対1でちょっとね、そう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 、その時にまあうん、な結構仲いいんだねっていう反応があって、うん、あんま仲いいって思われてなかったのかなーって、うん、まあね表では確かに結構裏とかで仲良かったりはするんだけど、表ではあんまりそうね、うん、つかず離れずみたいな感じでいましたね。
だから結構仲いいんだねみたいな感じだった。ああそうそうそう、くるくるとね、はい、3度目のね初詣に行きました。そうそうそう、うん。うんうん、こっち、そうそうそう、のっぴちゃんね、みちゅさんが出演している時に、そうそう、はじめましてっていうので、あ、お久しぶりですっていうのでね、のっぴですってメール送ったら呼ばれてました。すごいね、嬉しかったです、よかったです。うん、そう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 。教えない、まひらさんとの特別なエピソードなので。うん、おお、輝いていると思うよ、嬉しいな。うんうん、おお、そうね、どうぞって言われて喋ったら、うん、まあ緊張するね。初詣って何するの？初詣はね、お賽銭で、まあちょっとね、願い事をこうパン、お辞儀を2回してから2回叩いて願い事を言って、で最後にお礼をしてでやったりとか、あとはおみくじを引いたりとか、そうそうそう、屋台とかがあったらそれでまあちょっと食べて、うん、美味しいってなったりとか、そうそう、ちょっとねお祭りみたいな感じになってたりします。うん、俺お王子様じゃなくて、うん、王子じゃなくて王子様、王子様、来てくださってとても光栄でございます、ありがとうございます。屋台で何か食べた、ねいろいろとねちょっとね食べたんじゃけどね、そう、りんご飴はね、あ違う、まあ最初に言っていくと、フルーツ飴でぶどう飴を食べました。ぶどう飴食べて、でなんか射的をしたりとかして、でまああとちょっと抹茶のアイスと甘酒、抹茶の甘酒を飲んだりして、これはね厳島神社でのね思い出でございます。そう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 、でね食べたりしたり、うん、でまあそれでまあ次の日とかに、あお箸とかね、そうそうそう、お箸まだね、私お箸新年に変えるといいよって言われたので、変えました。でもこれではないです、これはねちょっとさすがにまだ買えれないかな、また来年の時に買えるかもしれません。そう、お抹茶の甘酒があってね美味しかったです、ぜひ飲んでみてください。厳島神社に行った時に、はい、宮島に行った時にね、でまああとね、そうそうそう、次の日にそう、そのね、うん、また初詣に行って、その時はねリンゴ飴とか食べました。うん、そうそう、リンゴ飴食べた、すごい大きかったんです、大きいの食べました、あーもうあーこのぐらいありました。もうすごかったです、めっちゃ大きかった。うんね、でくるくると行った時に、まあ箸巻きをちょっとね、三が日、そう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 、ほぼもう最後っていうことでね、屋台がほぼ閉まりそうっていう時にね行ったんですけれども、来年はもうちょっと早く来てねってさ、買った時に言われました。うん、写真あった、よかったよかった。うん、食べ、おー、なあ食べきれない気がする。うん、結構ね芯はねちゃんとね種がね入ってるからね、芯はね食べれなかったけど、結構ね食べれたよ、結構ね食べれるよ。うん、エマに。
そうね、まあちょっとどうぞどうぞお帰りてください、よろしくお願いします、願って願ってこんにちは。でね、そうで、まあくるくるはそう、うん、も買ってました。うんうん、ナーピー絵馬描いたよ、絵馬描いたんだけどね、見つからなかった自分の絵馬が、なんか、うん、見に行った時にそう見つからなくなってたから、ちょっとまた見つけて皆さんにここら辺だったよって伝えたいなと思います。あったらね、ちゃんと残ってるといいなって思ってます。で、そうそう、そんな感じでお祭り行ったら結構自分のお小遣い減りました。なんかね、久しぶりに自分のために結構こういう風に使ったなって思いまして、結構はい、だいぶ飛びましたピエヘリピ、もうね、お小遣いヘリピです、だいぶだいぶヘリピです、もうね結構ね、そうそうそう、あんま自分のお小遣い使わない、使わないよね、そうそうそう、自分のなんか本当に久しぶりにこんなにも使ったかもしれへんって思いました。お年玉ねもらってないのもらってないんだけど、でもこのお箸もね結構な感じだったので、これが多分お年玉かなって思っております、私的には。でもやっぱお年玉欲しいよねキットシーさん明けおめありがとう、やっほやっほ、うん、そうね、あんま使ってないけど今回結構使いました。3日ぐらいで結構下がりましたね、私のお小遣いがはいやばい。うん、イモピにお年玉あげてない、あげない、あげないよ、私のお小遣いなくなっちゃううん、あ、お話し会の、今ね1000人ぐらい集まったので、ではちょっとねお話し会のね説明をねしたいと思います、てやめんさいまあ、はい、お小遣い、よいしょ、ではでは、よいしょ、皆さんにねちょっとあと1時間なので即お申し込みよろしくお願いいたします。ちょっとさ、みんなに一応確認するよ、二次受付って5枚までお申し込みができるんだよね、その5枚を10種まで買えるってことは、10種まで買えるってことは、もし10種買ったら50枚になるじゃん、それをノアピちゃんのその3時間目2時間目のあ2月5日の3時間目に1週5枚、でをそれを10週かけることは難しいんだよね、だからこの時間に50枚と申し込むのはできないってことよ、できないことで合ってる、うん、二次受付まではそんな感じで合ってる、うん、同じ枠にその50枚お申し込みするのは難しそう、難しいってことで合ってるね、オッケー、うん、各時間ごとに最大5枚ってことは、あ、じゃあこの時間に全部50枚とかは無理ってことか、
あーなるほどなるほど。ってことはちょっと難しいんだね今回。そっかそっか、なるほどなるほど。じゃあものすごく人数が必要ってことだね。これは5枚で、最大5枚でお申し込みするには結構最大結構な人数が必要ということで、じゃあうん、満席にするとか開放に開放するには、うん、結構な人数必要だね。うん、じゃあ皆さん、1枚でもいいので、1500人以上の方、1枚でもいいので、ノアピのところのこの2月5日の3時間目に、申し込みをよろしくお願いいたします。そうだね、100枚だと20人、最大みんな5枚買ったらね。でもみんな5枚買うとは限らないじゃないですか。なので1枚でもいいので、今回ちょっとお話し会このどこかに行こうかなって思ってたんだよねっていう方は、2月5日の3時間目に、お申し込みよろしくお願いします。ポチッと、はい、他のところじゃなくてまず5日によろしくお願いします。考えます、よろしくお願いします。ご検討よろしくお願いします。なんでね2月5日にすごいこう言ってるかと言いますとですね、やっぱすごい一番最初の日で、新年一番最初のお申し込み、そして一番最初の会社枠が、はい、初体験なので、これがこれをねちょっとね皆さんに来ていただきたいなって思っております。おーポテト、はい、うん、2の5は3です。2の5は3で、このねハートで隠られてるところがハート化になるなりたいなって思っております。私はその、まあ、完了ということで満席、満席ということでね、うん、そのたくさんの方がね、より多くの方が来てくださると嬉しいなって思っております。そうなのよ、初の感謝枠ということでね、感謝枠はお話し会が100枚以上ないと感謝枠が開放されないので、今見てくださってる1735人の方が全員お申し込みしていただけると必ずしも、感謝枠が開くはずなので、3時間目によろしくお願いします。なんかね3、4時間目どっち50、50とかでも平気なんだけど、でもこれを満席にしたいので3時間目とにかく10日お願いします、お申し込みを。はい、うん、よろしくお願いします。でね、スケジュールじゃない自分の、ショールームのマイページにところに書きました、先ほど書きましたので、お話し会のお申し込み方法のところも、来ましたので、はい、ルーム紹介というところで、のあぴちゃんしっかりと書きましたので、そこからよろしくお願いいたします。うん、これをスクショしてこの時間ということでよろしくお願いします。イエーイ、はい、まず2月5日に、ちょっとねあと1時間しか受付時間がないので、皆さん今すぐにお申し込みよろしくお願いします。ポチ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 、うん、この日はねバレンタインデートということで、皆さんにねのあぴちゃんが愛を、いつもの感謝と愛をあげるかもしれないし、
まず最初にチョコをあげるかもしれないし、まあ、どんな感じになるのかお楽しみということで、それがね、お気になるなって思ったら来てください。かわいいわと思ったらね、ポチッとよろしくね。うーん、なんかね、お申し込みしたよっていうので、でも結局化粧忘れてこれないっていうのもあったりするので、化粧も忘れずに、はい、そこに愛はあるんか、愛フル、はい、うん。どんなプレゼントが待ち受けてるかは分かりません。プレゼントがあるかどうかも分かりません。うん、そうね、ちょっとね、この間あのこういうね企画をした時に、あの生きる会っていうのがあって、そのね生きる会とかちょっと最初生きてたんだけど、あの途中からどん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 2人とも慣れてなくて、あの普通の喋りになってたりとか、あのプレゼントをあげるねって言っても結局渡せずに終わっちゃったりとかしちゃったので、ちょっと今回は最初にそういう企画をもう最初にして、あとはうん、まあなんかそう、あのまあ楽しみたいなと思います。なんか最初にやらないと多分結構あのこのこれのデートのなプレゼント渡すだったんだけど、そのプレゼントを渡せなかったりしたので、ちょっと最初にいろいろとしたいなって思います。そうそうそうね、あったね、もうちょっとね、あの結構難しかった。あのでまあそういうこのね、まあ今回はバレンタインデートなんだけど、これね結構時間が必要かもしれない。うん、いいで、うん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 、そうなんよ、クリスマスの日に私プレゼントをね、まあ、あげられてない方がねちょっとねいらっしゃってね、そうなの、うん、じゃけん今回ははい、いろいろとねちょっと最初にねやりたいなと思います。イエーイ。ごめんねあげれなくて。いやー、まあみんなにねあげれたらいいなって思っております。どうせどうせって、そのどうせって言うのダメだよ、どうせって言うのダメだよ、そういうねどうせっていうのもうちゃんと自信を持ってねプレゼントもらえるっていう少しでもね希望を持ちましょう。どうせっていう言葉は良くない、一番ねえみんなね。だから最初にできなかったなって。後で渡そうと思っちゃって、そうで最後のって時にあよプレゼントって言ったら切れちゃったりとか、あのなんかじゃあねーバイバイキュンですってやろうとしたらもう切れちゃったりとか、だから最後にねちょっとねできなかったから、もうしょうがないのよ、この間は慣れてなかったのよ。何度かお話し返したけど、いや慣れてなかったのよ、じゃけんごめんね、ごめんみんな。うん、ごめんね本当に。まああげる気はあったのよ、みんなにあげたいと思って来ていただいたのよ、あげたいから来ていただいたのよ。でもその日に完売出なかったけどね、あ満席にならなかったけどね。まあまあそれは置いといて、うん、そんなまあだから、うん、そうそう瀬戸売りとかなんとかって、あもうそう瀬戸売りしたい したんだよ私は。そう11月の20日と12月25日の話し会に来てくださると、全部枠来てくださるとプレゼント渡しますよって言って、でリアル話し会でも2時間目1時間目でまあどっちも来たか、まあどっちでも渡すよって言ったんだけど、ごめんねできなくて、そうすまない。うん、いやあそうあげるあげる、そうそうそういろいろとね、もうあのうん、あのなぜセット消えたし、あの11月20日がなくなったからセット消えたし、もうなんかあうーんとね、そう本題まで
いやでもはい、そのね喋ってくださるんですよ皆さん。だからそれでね時間があっという間なんですよ。喋ってくださるからふんふんふんって聞いてたらなんかあマジ3、2、1バイバーイみたいなだったから、もうなんか本当にね、いやなんかすまないなって。うん、プレゼントこのこと忘れてた、よかった、ずっと見てたかったらもうそれはそれでよかったですうん、返品まあまあまあ、まあ、そうよ、喋ってたらねあっという間なんですよ時間が。うん、なのでね、そう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 、まあ1枚だと確かにもうね、なんかねこんにちは、あバイバーイって終わっちゃう、もうなんかプツッみたいなあっという間すぎるよ。あ、まあそうね、4から5枚、まあ5枚だねやっぱり。うん、結構ゆっくり、ちょっと5枚をよろしくお願いいたしますでもそのぐらいないと結構ね全然話せないのよいや本当にね結構話せないよ、うん、うんうんうん、あ、それでも短く感じた、そう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 、あのねすごい時間がある方でも話してると時間があっという間でバイバイになるのよ。だからなんだろう、そうなのよ、たくさん来てもすぐだしね、少しゆっくりお話ししようと思ったらバイバイだし、なんか1枚だけでも一瞬だし、もうなんか一瞬すぎるんですよお話し会って。楽しすぎてみんなとお話しするのすごく私楽しいんですよ。あ、そう、まあ、みんなさんとお話しするのを私楽しみにしてお話し会来てるんですよ。いつもお話し会で座って今日は誰が来るかなって思いながら待ってるんですよ。なのに全然来ないっていう時がねあったりするから、あ、みたいな、今日これで終わりみたいな、あ、ん、みんなみたいな、どうして来ないみたいなのとかあったりするから、ちゃんと来てね、見てるよ君のことずっと監視してるからね。うん、気づいて、うん、もうやだそこはもう気にしない、はい。うん、なのでね、そう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 、そういうね悲しい日もあってとぼとぼ帰ったりするんだけど、今回はそれがないようにしたいのですよ。なので感謝枠をとりあえず開けましょう。3時間目で皆さんよろしくお願いします。あとちょっとなんだけど、何話したらいいか分かりません。シュアピで話しようか、話しようかえ、でもシュアの方持ってるでしょ、この間言ってたね。うん、話すことないって言われたことがありますが、え、ああ、え、私違う子じゃなくて、私言った記憶ないぞ、そんな初期の頃ね、あ、初期の頃ね、言ってないと思われます。あ、言ったとしても記憶から消していると思われます。はい、あなたの記憶からも消してください、ポーン、はい、オッケー、いや、もういや、あ、ご、いや、あの、ごめん、はい、すまん、え、言った記憶、え、言った、うん、まあ記憶から消した、はい、まあ、うん、そうね、はいあの頃から進化した、進化うーん、まあそうだね、進化はしてるかもしれません。でもね、うん、うん、多分話しやすいんよ、うん、だから多分いじったどんまい、あ、マイケルさん登場うん、いや、ごめんね、うん、まあいじったんだよ、すまん。12時15分、あと45分しかないよマイケルさんこらこらこら、うん、
で、そのね、まあちょっとね今回すごい熱心に伝えてるんだけど伝わってるかな。あのまあさ、いつもそうなんかスタートダッシュ私すごい大事だなって思ってて、あのなんだろう、今回新年初のお話し会だし、あのねやっぱ私のこのルームとかって結構あの DD の方とかおしましのアピって言ってるので、そう結構 DD の方とかが多かったりするんですよ。でその場合お話し会、例えば研究生4人いるとじゃないですか。で完売が、まあ、1人じゃないじゃないですか。フル完売とか出しちゃったりとかで枠が増えちゃって、そういう子からまず DD の方って行きません？もし2枚買えるよって言ったらその子たちに行きません？そのやばい完売出ちゃうから、その先にこの子たちに行って後回しになるじゃないですか。私のこと後回しの魔女が出てくるんですよ。 DD って何？誰でも大好きの人ですよ。もうみんなが教えたことでしょ私に。そうちょっと切れてますそうで DD の方って後回しになるじゃないですか。まで後回しの魔女が出てくるじゃないですか。そうなるとで、まあ完売が出てる子にまずみたいな、そうとりあえず千穂さんとか、そう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 、そういう感じそういう感じそういう感じ、あー素晴らしいそうで、その後回しに魔女になるとさ、ナーピで買おうと思ってた剣がこの二人にとかに行っちゃってなくなるじゃないですか。そうよ、めっちゃ熱心に伝えてるけんね。でねでよ、そうで、ナーピが後回しの魔女になっちゃうと、ね、そのおかげで剣がな、みんなが買おうと思ってた剣がなくなって、私がまた後でいいや、また後でいいや、また後でいいや、また今度でいいや、また今度でいいやっていう悪循環なんだよね。恥ずかしがりや、そう言ってるよ言う方もいらっしゃるよ。でもね、どん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 ね、後回しになっていくのよ。で今度でいいやって思って、あまた今度でいいやってなるとさ、一向に来ないのよそう一向に来なくなっちゃうのよ。どうせね、どうせあの子はまあ乾杯出ないし、また後ででいっかっていうことがね来る、あるでしょ、うん、あるかもしれないでしょね。まあだからそのあのちょっとそのどうせっていうのがみんなにもあるかもしれないじゃない。まあそういうことだよ、うん。まあ研究生今回の中でやっと完売出たのよ。一枠しか出なかったのよ満席っていうのが。そう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 、そう無限ループ時刻悪循環になっていくのよねこれが。でまあそのなんだろう、だからそのどうせあの子は回し聞いてないから、まあまた後でおしましのアピでできればいいかとかなったりすると、なんかあの嫌だ、ちょっと悲しいし、ダメそれそれダメ、はいダメ、うん、だからその後回しはダメ、オッケー。だから今回はまず最初にナーピちゃんにお申し込みすること、まず最初にナーピちゃんにお申し込みをすること、ノーあのノーモア後回し、オッケー。あのね、後回しにしてくださらない方もいらっしゃるんですけど、私のルームだいたい9割方の方がそうなんじゃないかな、ちょっとね DD の方なんじゃないかなって思っているので、あのそこの君後回しにしない、あーナーピのところに1枚でもいいからポチッとお話し会に申し込み今すぐ、 NOW OK NOW 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 お申し込み NOW。
ご検討よろしくお願いします。歌います。はい、まあ、そう、うん、そこのあなただよ。もうそこのあなた、今すぐお申し込みしましょう。出ないと私すごく悲しい状態になるし、また一人だけ満席出ないっていう感じにねなると、すごくね、やっぱ皆さんはね、未来またまだ数年後ののあぴちゃんが どうだとか、なんとかとか、きっとのあぴちゃんはこうだよとか、なんかそうたくさん言ってくださるんだけどね、それがね、まあ、例えばこのぐらいだとするとさ、今ののあぴちゃんこのぐらいじゃん。で今ちょうどね、こう一泊構え、あの満席が出て、そうなんだろう、やっぱこうちょっと波に乗ってきてるじゃん。でここに行くためにはさ、徐々にさ、やっぱりどんどんさやらないとさ、急にさこんなになってウィーンって行くわけじゃないじゃない。その波がさ急に大波になるってことはねほぼないじゃん。じゃけん直接お話し会はね、まあもちろん完売、その満席してほしいなって思ってはいますね。うん、ちょうどね今ねのあぴちゃんもちょうど波にね少しずつ乗ってきて、あのそれがね、それを徐々にあなたの、まあ、選挙じゃないけど、そのあなたのそのたった一枚でがこの目標値に達成していくんですよ。これに絶対につながるんよ。じゃけん、あのはい、皆様1枚だけでも、そのそこのあなたのその1枚だけでもこうね、あのお申し込みしていただくだけで、このねたあの上の達成のところに届くんですよ。なので、はい、魅力伝わってるかな。 ありがとうございます。まあ、なんかあのお話し会、そうね、お話し会じゃなくて公園で見たい。そうね、公園で見てくださるのもまあ嬉しいです。うん、でも、私お話し会もすごく大切だなって思っているので、まあなんかそうね、選抜さんにその入れば、まあ、もっと舞台に出るわけで、まあ、今お話し会に来るべきなんですよ。今はあまりなっちゃんすごいあの舞台とかに立ってるかって言われると、そんなに立ってないから、そのね、あのもっとそのね出れるように、うん、そうまあ、なんか見えなくなるよ。うん。もっとね、波にね乗っていきたいなって思いますね。うん。なので今すぐよろし、お申し込みご検討よろしくお願いいたします。うん。後回しにしてるとね、そのうち見えなくなる。うん。あのどんどんあの私の、あの舞台がどんどんなくなってて見れなくなるので、うん、そうなので、そう今回ちょっとなるべく早く満席なりたいなって思っております。まあ機会もチャンスもあのね減るよ、どんどん減るんよ、後回しにしていくと。そう、私のせっかくだったチャンスが後回しにしたおかげでなくなっていっていくから、それがやっぱのあぴはそのチャンスつかみたいから、まあ、すごい嫌だし、私はそう思ってる。そう、皆さんがどう思ってるかわからないけど、私はそう思ってるから、うん、まあお話が来てねよろしくお願いします。楽しみに待っておりますので、少しでもお話し会
お話できたら嬉しいなって思っております。よろしくお願いします。ではでは、ちょっとね、終わりましょう。7時15分、17時じゃない、12時15分過ぎました。ごめんよ、ちょっと長引きましたね。ではでは、じゃあ、どの曲にしましょうかね。今日は、この曲にしようかな。よいしょ。はい、今日でちょっと私の思いは伝わったかなって思います。ちょっと伝わったかなって思います。今3000人以上の方、見てくださってる方と、皆さんお申し込みよろしくお願いします。行き先は知らない、今日は人混みで足を踏まれたくない。街は遠ざかり、窓向こうには田園が広がる。独り言で語るくらいならば、黙ったまま何かしよう。今の場所でどんな想像しても見えるものに限りがある。答え探すだけじゃきっと見つからないだろう。みんなが行くその目的地には、夢に気づく者はいない。ぶつぶつつぶやいてたって、誰が耳を傾けるんだ。いただきます。 13 is チキンバカさん、 Thank you very much. 12 is ゆずきじさん、 Thank you ありがとう。 11 is エリアルマルさん、 Thank you ありがとうございます。 10 is イクナガさん、 Thank you ありがとう。 And 9 is 博士くんさん、 Thank you ありがとう。 8 is カワウソさん、ありがとうございます。 And 9 7 is ケイスさん、 Thank you very much。6 is ナッカーさん、Thank you ありがとう。 5 is トリルさん、Thank you very much。 4 is マサタロさん、ありがとう。 3 is スーさん、ありがとうございます。ちょっとね、思ってるだけじゃなくて本当にその通り、よろしくお願いします、ありがとう。もうその通りです。スーツ、スーさん、テキありがとう。セカンドイズ、ドグラスさん、テキ very much。And first is ミミさん、テキありがとう。ありがとうございます。何を今すべきか、ちゃんと街へ帰ろうって思う。もう何も、もう何も羨ましくなんかない。独り言ではなくて大きな声で僕は叫ぶ。僕の夢はもっと近くにある。ここまで来て気づいたんだ。独り言で語るくらいならば、黙ったまま何かしよう。今の場所でどんな想像しても見えるものに限りがある。心の中答え探すだけじゃきっと見つからないだろう。みんなが行くその目的地には、夢に気づく者はいない。
ぶつぶつつぶやいてたって誰が耳を傾けるんだ。やばい、船ない。ごめん、ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。今日は1月の6日金曜日。よいしょ。 from ノアピ。ごめんね、ちょっといつもと違う船です。よいしょ。 Thank you 手書き、ごめん。はーい、ありがとうございました。ありがとう。 Thank you very much. ありがとうございました。ということで2月5日の3時間目よろしくお願いします。そして、今日の夜、今夜11時からチリメンパーティー、ナピちゃん初登場、くるくるも初登場、よろしくお願いします。バイバーイ、ぜひ来てね。お申し込みよろしくね。 See you again. バイバーイ。